そう。最近、あずきを知ってくれたという方もきっと多いと思います。初めてライブ見るよっていう人おぉお、お、いますねいますねいますねいやー、嬉しい。こうやってね、ライブをみんなで見に来てくれる日が本当に、本当に本当に嬉しいです。 あずき、今年はね、本当に大きな天気があった年だなと思っていまして、えー、地図のお姉さんと言われるようになった <laughs> きっかけの年でもあったし、えー、今までのね、こう、ずっと、まあ、歌をね、中心に活動してきたんですけれども、まあ、その歌とは違う側面からみんなにも知ってもらえたり、えー、楽しんでもらえたりする機会があったのはすごくとても 大きかったです。えー、なんで、ちょっと改めてね、なんかこう、あずきって、どんな、どんな活動してきたのみたいなところの話になるんですけど、えっ、ー、と、本当に、うーんーと、これまで、決して、こう、平坦な道ではありませんでした。えー、今まで、今ではですね、えっ、ー、と、ホロライブ所属で活動させてもらっていますが、 えっと、活動を始めた時はですね、井の中ミュージックという、えー、音楽レーベルで活動を始めました。えー、そして、えぇ、ー、あずきは実は2022年の7月に活動終了予定だったんですけれども、えー、その活動終了予定であった、えー、ルートアルファから、その、そこを終わらないで終わりの向こうを目指す、ルートベータというね、えっ、ー、と、道の分岐が、 あったんですよ。そうなんです。はい。そして、まあ自分の中でも、すごく大きかったのが、まあの中ミュージックの解散ということで、この時、えー、あずきの、えっと、あずきはこのタイミングで、えっと、卒業も考えてみました。でも今こうやって、えー、ライブができて、あずきがこうやって存在しているのは、まあその、 小豆を続けようと決めた私自身でもあり、まあ、その思いをね、えー、受け入れてくれたホロライブやカバーの皆さんがいて、まあ、その本当にそういうことを決めようと思った大きな大きなその背中を押してくれたっていうのは本当にえ開拓者のみんながいたからです。一番 こう、辛い時に頑張っていた過去の私にも感謝したいし、昔からね、応援してくれている開拓者のみんなにも感謝したいです。そして、今今日、こうやって応援してくれるみんながいるから、今日、この今の小豆があります。本当にありがとう。2023年、 え今日からね、そう、ちょうど折り返し地点ですね。また、これからどんなことが起こるのか、どんなことができるのか、ぜひ、楽しみにしていてほしいです。はい。え、ね、それでは、ちょっと、しんみりとしたところで <laughs>、しんみりとしたところで、次の曲に行きたいなと思います。